しただいま。喉が引き取ったから。入ってくるときに言ってた2個のうちの1個を忘れてませんか。あ、本当っすね。もう1個ありましたね。もう1個あったよ。言ってない、ばあちゃんって言ったから。くしゃみかかった。え、何が変わったの。うちにだいぶ年寄りだけど新しいワンコが来た。あ、立ち取りだ。よし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 。おいでね。ちょっと紹介してもらって。あ、追いかけると。で、ご紹介してあげるから、とくとご覧あれ。本当はさ、あの新しい子をさ、ここに抱っこしたかったよ。すごい私が好き。この手でホールドされてんだわね。いいかしら。紹介はしていいかしら。メシ。メシ。カシミケラ。メシ。はい、はい、ご紹介。お仲間でーす。よっ。はい。よっ。ひゅきひゅき。この子の名前は。ゆきです。ゆきちゃん。カタカナでゆきです。いつ頃来たんですか、この家に。盆、お盆の時に来た。あ、へえ。あ、じゃあどれくらい経ってます。1ヶ月、ちょうど1ヶ月ぐらいかな。その1ヶ月の間に私9歳になりましたって。あ、もう9歳なんですか。そう、50代後半だよ。でも確か人間の年だと。白内障で目が見えないの、両目。あ、そうなんですか。そう。白内障なのはもう引き取った時から。あ、そう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 、もともと白内障で、ずっとペコちゃんでしょ。歯2本しかないから。歯2本しかないんですか。そう、2本しかないから、はい、あのほらベロさ、歯で止められとんだよね。あ、へえ。止めるものがないもんで出ます。なるほどね。メロンベロンしてん、ベロンベロンしてんの。え、その引き取ってきた経緯を教えてもらってもいいですか。保護団体から引き取った。あ、そうなんですか。そう。へえ。モナカがさ、はいはいはい、もらってきたところと同じグループが、はい、瀬戸にもあって、はいはいはい、そこに遊びに行ったり支援物資みたいな感じで物持ってったりしてたの。の時にいて、はい、で、その時はまだ固めだったんだって、見えてなかったの。はいはいはい。で、ののがこの子を気にしとって、はい、で、目見えないの大変だねとか言って言っとったら、うんうん、他の場所に移動しますみたいな、他の会場に。あ、はい。その後また戻ってきたのよ。同じ会場にってことですか。そう、瀬戸の会場に戻ってきたの。へえ。で、あ、戻ってきたやんって言って言っとったら両目白くなっとって。戻ってきた時点で白くなっとって。そう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 。で、こっち戻ってきたんですってなってたから、え、戻ってきたのって言ったら、もうののが気にしちゃって、気にしちゃって、あ、年でなおかつ目も見えないってなると、はい、なかなか里親が見つからないんじゃないかってずっと心配してて、うんうんうん、で、やっぱりそっからでもいたからさ、ずっと、うんうんうん、であげるって言って、はい、言ったら引き取りたいって言うもんで、うんうん、じゃあうちの子になりますかっつって通れましたけど。遠く見て、羊さん、羊でもヤギでも見えるわ。そう、真っ白毛だからユキちゃんなんだよね、きっとね。あ、ユキちゃんっていうのはもともとつけられてた名前なんですか。そう、もともとの名前、もうだから9歳なわけじゃん、はい、急に名前変わったらさ、ただでさえ目見えないのにさ、はい、誰のこと呼んでんのって多分なるじゃん。あ、なるほどなるほど。そう、だからずっと向こうで使ってた名前を。結構マイペースなんですか。うん、でもあのね、食い地はすごい張ってるから。ご飯の時間になるとすごい、はい、歩き回るし、すごいジャンプする。向こう側にみんなで一緒にいると、はい、朝になるともう早く出してほしくて、うーん、よっ
こぴょっこぴょっこぴょっこジャンプして、うんうんうん、いやおばあちゃんやめなさいって、あんたよって、一番このゆきちゃんは誰に懐いてたりするんですか？人？人。ノノ。ゆきが飼い主として認めてるのは、はい、ノノ。あ、へえ、うん。ノノの次に私が多分ご飯くれる人。あー、ご飯くれる人。うん。とその他大勢の仲間たち。そう。ノノにはすごいジャンプしてピョコ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 してさ、ノノの膝にすぐ行くよ。ヒュンヒュンヒュン泣いて近くに行く。はい、突然現れる。ヤマトと一緒にいた。あ、そう。ムーはまだ帰ってない。ヤマトと一緒にいた。うん、今ノノが帰ってきたっていう声だけは分かってるの多分。あ、もうその二人だけ。ゆき。触んないでって。寝ようか。マンプル買っていいやつ。寝よう。いいよ。一日一個ね。はい。ね、これ何が食べれる？めっちゃちっちゃいやつ。五匹。うん。増えました。あれ？この密着開始してからどれくらい増えました？長期なんだねって。四頭増えた。今ワンちゃんたちにかかってる費用ってどれくらいか分かります？うん、トリミングだけでもさ、うん、1人1万ぐらいはかかるわけじゃん。1人じゃないね、うん、1頭1万ぐらいかかるから3万ぐらいかかるでしょ、はい、で餌もさ、うん、ちょっと太っちゃったから低脂肪とかダイエットのやつをちょっと混ぜてる、ね、あーなるほど、うん、餌だけでやっぱり万単位かかるじゃんね、はい、2万ちょいで、ユキはこの間ね病院行ってね、うん、健康診断したから、はい、その時も1万ちょっとかかったし、はい、5万ぐらい5万ぐらい5万ちょっと1ヶ月で1ヶ月で5頭で、うん、ほら、シュウヤとミユにかからなくなった分が全部犬にあーなるほどほんとそれぐらい犬にかかってへぇ、シュウヤとミユが就職しずに留年とかして家にいたら増えてなかったね、きっとね、うん、あ、じゃあまあ2人が独り立ちしたからできることってことですね。そう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 、これからにぎやかになりますね。にぎやかになるね、全然にぎやかでいい。だってどうせ人間もにぎやかなんだもん。まあ見てよ、これゆきさん、こっち見てこれ。ゆきです。